JR の長野駅善光寺口側の地下にある長野電鉄の長野駅。特急湯けむりが出発を待っています。小田急電鉄で使用されていた1万系ロマンスカーを譲り受け運行しています。普通列車8500系も東京急行電鉄の車両を使用しています。特急湯けむりは一部を除いて長野線の終点湯田中まで走ります。特急料金は全線均一の100円です。ありがとうございます。特急系より湯田中駅でございます。この先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。長野電鉄の長野線は長野湯田中間を結ぶ全長 33.2 キロの路線で、全線電化、一部が複線となっています。善光寺下駅を過ぎると地上に出ます。2000系は長野電鉄のオリジナル車両です。濃いえんじ色のマルーンカラーはリバイバル塗装です。信濃吉田旭間で信越本線と交差します。高架部は長野新幹線の車両基地に向かう路線です。旭駅を過ぎると単線になります。千曲川に架かる村山橋梁、国道406号との併用橋になっています。須坂駅に上り下りの湯煙が到着します。長野電鉄の全ての車両が停車します。須坂で八代線と接続しています。3500系は元営団地下鉄日比谷線のステンレスカーです。廃車された OS カー10系の車両が止まっています。 OS はオフィスメン、スチューデントの頭文字を取ったものです。2007年にリンゴカラーに塗り替えられた2000系が入ってきました。須坂には車庫があり、長野電鉄の中核駅となっています。
到着時刻ご案内します。お部署到着。須坂を出たところでリンゴ畑が広がります。小布施駅に到着です。ホームの端に長電電車の広場があり、 ED502 など4両の車両が整体保存されています。見学には乗車券または入場券が必要ですが、小布施駅の入場券は日本一大きいとのことです。小布施は幕末の絵師葛飾北斎が晩年を迎えた土地です。数多くの作品を展示する北斎館には彼の肉筆画が残っています。雄大な富士山を越えて龍が昇天する図柄、北斎の絶筆とされています。北斎はまた祭りの屋台の天井画も制作していました。北斎館では鳳凰、龍、尾波、女神の図柄が見られます。岩松院には北斎の最大の絵があります。21畳いっぱいの天井画で、北斎の亡くなる前年89歳の作品。他の作品と遜色なく北斎の筆が死の間際まで衰えなかったことを伝えています。列車は善光寺平と呼ばれる盆地を北上します。信州中野駅で湯煙が2000系と列車交換しています。この駅の一番ホームは使用されておらず、かつては加藤線、通称木島線が伸びていました。通称木島線は信州中野・木島間を結ぶ 12.9 キロの路線でしたが、2002年に廃止されました。長野線は高車山を背に夜間瀬川橋梁を渡ります。40パーミルにもなる急勾配が終点まで続きます。まもなく
終着駅湯田中に到着です。車内にお忘れ物。長野線の終点湯田中駅に到着です。列車の到着に合わせてご当地ゆかりのメロディーが迎えてくれます。国の有形文化財に指定されている旧駅舎。温泉が隣接しています。駅前では足湯が楽しめます。1300年の歴史を持つ湯田中温泉。よろず屋は200年も続く老舗旅館。建物は国の有形文化財に指定された純和風すき家造り。脱衣所の風格ある欄間。日本の大浴場ベスト10にも選出された名物風呂です。伽藍建築の内湯の外は庭園大露天風呂。目にも肌にも和む格別の湯です。北信州の山川の幸を贅沢に凝らした料理。美しく精巧に飾られた和菓子のようなお造り。桜のチップで香りと見た目にも演出されたイワナの塩焼き。リンゴで育った信州産の牛と特産のキノコ。舌にも目にも存分に贅沢なごちそうです。渋温泉は湯田中駅からバスで5分。湯桁を履いて石畳の続く温泉街を歩く人々の手に鍵があります。渋温泉に泊まった客だけの特権として外湯巡りが楽しめます。宿から受け取った鍵で共同浴場に入れます。9つ全ての外湯を巡ると願い事が叶うとか。再び須坂駅に戻ります。長野電鉄の支線八代線が出ています。八代線は須坂駅八代駅間を結ぶ 24.4 キロの路線です。列車は長野線とは反対に南西へと下っていきます。八代線沿いも車窓にリンゴが見られます。
井上駅に到着です。井上駅から徒歩15分のトレインギャラリー長野。レストランに併設された鉄道ミニチュア博物館です。 HO ゲージの車両4000両を陳列。およそ2000平方メートルの広さに600両が走る日本最大級のジオラマです。主に長野に関するレイアウトを施しています。転車台もあり、連結のリアルな動きに注目です。圧巻は機関車、音も再現しています。そして野外には長野電鉄を走っていた赤カエル2500系の本物が展示されています。松代駅に到着です。駅のすぐそばにある松代城、もともとは海津城と呼ばれ、武田信玄と上杉謙信の川中島の戦いの舞台でした。真田氏が藩士の子弟の学問武芸を奨励するために作った松代文武学校、全国的に見ても稀な藩校の姿を伝えています。真田宝物館、天才軍師真田幸村の兄信行が藩士となった松代藩。ここには真田家に伝わる大名道具を収蔵展示しています。列車が終点社に到着です。社駅は長野電鉄と第三セクター信濃鉄道の駅です。信濃鉄道の車両が旧信越本線を通り終点の軽井沢へと向かいます。